情報状況がわからん。これどうすんの？マジ受けるの？あら、らぎくん、おかしくなっちゃうよ。やばい、めちゃめちゃ良かった。なるほど、羽川。はい、どうもアニメラフターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは猫物語シロ第5話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました猫物語シロですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第5話ということで、とりあえずこの猫物語シロは最終回。さあ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 、まあ虎の怪異を過去と名付け、苛烈な虎と書いて過去、トラウマだったり、何焼き餅だったりとか、いろいろと思うところはあるわけなんですけれども、それと向かい合っていく羽川、まあ多分荒木くんのね、この何恋心の嫉妬の炎だったり何だったりだと思うんだけど、その黒い気持ちとどういう風に向かい合っていくのか、まあなんか本当にブラック羽川との決別というか決着になんか近いところではありますので、今回どういう風にオチがつくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。レッツゴー。はじめまして。うん、そういう風に言うんだね。助けて。はあ、翼タイガー、その後嫉妬の炎だよね。そうか、優秀だったわけだもんな。生き地。はいはい。ああ。うん。かぶられてた。はあ、なるほど。そうか、一つになる、ある種国籍？うん。どこ行くの？そうか、でも、あ、旅して見てきてるのか。そうか、でも切り離してるから受け入れられてることができるのか。どういうこと、この状況。状況が分かんない。カクタスジャック。
To next time, help me. Where am I? そうそう不一。まあだからこそ忍も知らなかったね、新種の回だから。野良猫、綺麗な字だな。さて、そうそう不一。さて、字を書く？なんて書いたかな？できます。さあ、過去と。そうかそうか。なのに知らないなんて白々しいっていうのもあるのか。はい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 。ああ。ブラック姉か。さて、ああやばい、これあれだ、下着の家だ。タミクラソウ、うわ。さて、さあ、
うわぁ。萌えキャラ。賃貸。うん。存在自体が熱を持ってる。うん。そうね。うわ。理解してるな、羽川から生まれてるから。通じなくはないけど。羽川が？さあ、人格を？どんな…さあ、妬ましい。そのもううんざりだ。それでも手を差し伸べてるよ。いや効かないな。黒いな。これどうすんの？マジ受けるの？わわわすごいぞ。さあ、エナジードレイ。え、聞いてなくない？燃えてる火で。うわ、どっちだ。吸い切るか燃え。まずくない、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 まずくない。
やばいやばいやばい、服まで燃えてるやん。それでも受け止めるために、やべえ、なんかボディープレスする気、何何何、吹き飛ばした。 What?やばい、体が火傷だらけだ。10秒遅らす?貝を切る。あららぎくん。ヒーローかな。ヒーロー?こんなにも燃え盛る恋心。完全に急所にぶっ刺さってない?わお、引き抜く。ああ。わあ。一度帰ってたんだ。吸収する?うわ。こんなものもおかしくなっちゃうよ。誰かにこうしてほしかった。そうか、強かったからね、こうされることもなかったんだろうな。ああ
うわ、思いを全部やっと言えた。うん、でも抱えたまま、これが正しい、しっかり決着をつけないとね。いけなかったことだけど、うわ、混ざり合って、本当に甘えられるタイミングがなかったんだもんな。うん、うん、うん、あ、そうなんだ。うん、おう、ああそうなんだ。さあ、迷いちゃん？ああ、そうか。そこから予兆だったんだ。ああ、でも、ただいま、やばい、めちゃめちゃ良かった。ちょっとじんわりきちゃった、本当に。うわー、やっと普通になれたんだね。うん、普通じゃなくて、普通じゃないことをもうすぐ受け入れてしまっていて、それはそれ、これはこれって、やっと普通の人間になれたわけだ。だから清濁合わせ飲むじゃないけど、飲んで汚い部分は全部心のどっかにあって蓋しちゃってたけど、でもね、この日から普通になっていくわけだもんね。そういうのもまっすぐ受け止めるし、そういうのをこうギャッて発散できるような生き方をしてなかったからさ、いびつだったからこうなってしまったけど、やっと戻ってこれたんだっていう、ただいま、ただいますら言えない環境でずっとさ、やばい、めちゃめちゃ目頭が熱くなった。もうなんか告白して振られる、告白しないでも普通で入れたのは、だってやっぱりその受け入れてしまっているところがあったからだけど、しっかりぶつからないとやっぱり前に進めないものはあるからさ、こうやって切り離しながら進んでたわけだけど、
今回からこう受け入れて進んでいくわけだね。うわマジでやばいな。なるほど、羽川。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやもうなんかすごいじんわりと来てしまった。もうずっと目頭が熱くて、もうやばいやばいやばいっていう風になってしまった。でもさ、聞きたいからさ、もうなんか泣いてしまったら入らなくなっちゃうからさ、もうなんかじんわりしながらずっとみたいな感じで、あーもうなんか全てを受け入れるようになってっていうところで、いやーやばいな。羽川めちゃめちゃ食らったな。なんかもうさ、正直言うとさ、羽川の人格についての感想については、マジで言語化に困ってたのよ。やっぱり、なんか立体感がなさすぎて、わかったとは思うんだけど、僕もかなり苦労してたんですよ、感想パートで。羽川ってこうだからさ、みたいな。それが的を得てたか得てなかったかわからないけど、でも全くもって苦戦していたわけですよね。どう言語化したらいいのかっていうところだけど、今回でやっと人間になってきたわけじゃん。あるし、今まではそういうなんか負の感情を切り捨てて、全部こう、結局はこうだよね、みたいな結論ありきで、こう話を進めるじゃないけど、それこそやっぱり味がね、してもしなくても変わらないっていうところとか、なんかこう、普通だったら人間が反射として出すべき感情っていうものを全て受け入れてしまっていたわけじゃん。で、それがなんで受け入れられたかっていうと、全て切り離していた。ブラック羽川に苦しいことはもう押し付けてたし、過去になんか嫉妬の炎とかも全部押し付けてた。これから多分あれを放置して生き続けてたら、どん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 暗い感情が怪異として生まれ続けてきたんだけど、でも、まあ、やっぱり荒木くんとの関係性と決着をつけて感情を受け入れることで、やっとね、なんか一人の人になれた。なんかさ、だからさ、あそこでさ、あいつは泣けないよってさ、なったところを最後の最後に振られて泣くっていうさ、感情が入ってきて、それもやっぱりしっかり痛みとして伝わってきたからなんですよね。切り離してたから、普通はなんか失恋して辛いなっていう部分も切り離していたから、そっかっていうぐらいで流せたけど、しっかり痛みとして入ってくるようになったから、なんかこう涙として出てきたりとかするっていうさ、人間としての感情の反射が出るようになって、いやなんかもうすごい心打たれたというか、なんか羽川ってなっちゃったね。あーマジで、いやーこれはすごいなぁ、マジで。ちょっと、なんか、今まで違和感として残っていた、羽川への思いだったりとか、なんか疑問みたいなもの、超人すぎて何なのこの子みたいなところが全部解決していったのがまたすごいね。いやぁ、すごいな。でもここまで見通していた、ガエンさんは何者だったんだろうっていう節はあるんだけど、でも、きっとガエンさん曰く、あそこら辺も多分見通した上でだったんだろうね。普通だったら多分ガエンさんにあんだけ言われたら普通怒ると思うんだよ。何？分かったこ、何？知ったような口聞いてみたいな思うけど、でもなんとなく、なんか自分じゃないみたい。自分に対するなんか悪口みたいなものを言われてないみたいな雰囲気があったりとかっていう。そんな感じで受け入れてはいたけど、いや、マジか、やばいな。なんか、やっと人になれてさ、人になったことで、やっぱりこう、親もさ、不気味がらなくなったわけじゃん。要求をしてきて、あ、よかった、あ、いいよっていうさ、なんか、親も多分相当困ってたから、無視するっていう結論に至ったけど、あっちからこう、ぶつかってきてくれたなら、しっかりと部屋を与えるしっていうところで、見ないように、なんか、人になることで見てもらえることが多くて、なんか人になることでさ、やっぱり辛いことっていっぱいあるわけじゃん。今までの羽川はもう人じゃなかったっていうけども、完全に超人だったわけじゃん。言っちゃうと。人を超えてたよ。本当に。めちゃめちゃ頭いいし、なんか全て解決しちゃうし、みたいなところで。ね、悪いことあってもなんかしれっとしてるし、みたいな。超人だったわけだけど、ね、超人で成人だったわけだけど、もう今回で人になったわけだから、ね、ある種、辛いことも受け入れることで、いいこともはっきりとこう、解像度高く受け入れることができたよっていうところ。なんか、ただいまっていうのがいいよね。帰ってくる場所っていうところ。なんか、いや、いいなぁ。なんか、ただいまって。なんか、ただいまっていうさ、あれもブラック羽川からじゃん。この感情切り離されたけど、また戻ってきたよ、あなたの元へ、ただいまっていうところ。いやー、めちゃくちゃいい。超いい。なんかもう、いや、感情になってしまったわ。もう感情です、僕は。はい。財前感情と申しますっていうところでありますけれども。うわー、もうなんか、うわーってなっちゃった、本当に。もうマジで。羽川、マジで。なんかもう、
なんか今までの羽川だったら報われてくれっていう風にずっと思ってたと思う。てか普通のヒロインだったら報われてくれだけど、今やっと人になったことでまた幸せの道きっとあるよ、頑張れ羽川っていう風にさ背中を押してあげたくなるよね。なんか今まではなんかやっぱり羽川が荒良木くんと報われなくてちょっと切ない、どっかで幸せあるといいねって思ったけど、なんかもうこうやって人になった羽川ならいつか絶対自分なりの幸せを見つけてくれると思うから、もう大丈夫だよ羽川っていう風になるし、あそこで荒木くん出てくるの卑怯じゃない？卑怯すぎます。ぶっちゃけもうヒーローじゃん、なの好きになっちゃうよ。ああでもあそこで告白するっていうところもいいよね。あれ言わなかったから、だって結局やっぱり嫉妬になっちゃったわけじゃん。打ち砕かれてないから、でも打ち砕かれて感情が手に入って、うわもういろんなものが流れ込んでっていう。以上、猫物語シロでした。次回総集編らしいんですけど、飛ばしますか？飛ばしますね。飛ばしますね。うん。もし見た方がいいよって言うんだったら、全部終わった後見るわ。うん。そうだよね。次7話って書いてあったから、多分6話だよね。うん。なので、お待ちいただけたらと思います。多分見るとしたら、セカンドシーズンが全部終わった後、総集編でまとめて3つ見ます。はい。というわけで、そんな感じで、以上、財前でした。バイバイ。